どうも、お酒を二十歳になってからマサヨンです。こんばんは。今日は2019年の11月の22日、いい夫婦の日でございます。はい、私は独身なんでね、全く関係ありません。ということで今日もね、一人寂しく、いや、楽しく、芋焼酎お祝い飲んでます。はい。第三国志。決勝中継向けてね、ただひたすら待機、している状況でございまして、各ね、皆様におかれましても、暇だと、やることねえということでね、まあ、Twitter とか、同盟チャットとか、そういうとこでね、多く見られております。はい。あと5日ですかね、5日後に転出と出ております。はい。私もですね、ちょっと土地号を取ったりする程度の話でございまして、まあ先方レベルあんまり上げれないんだけど、はい。なんか、同盟によってはね、レベル3上向上したりというね、するとこもいるみたいでございます。はい。で、さすがにちょっとね、時間が空いてて、まあ今ちょっと仕事の方も結構、今日も他部署の応援とか行ったりしてて、結構バタバタしてるので、はい。忙しいのは忙しいんですけども、まあ、多少時間があるということで、私もあの、ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスでしたっけ、はい、昔のなんか、あの、ファイナルファンタジータクティクス僕ね、やったことあるんですけど。てか僕、ファイナルファンタジーは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、2、12ぐらいかな。まではちゃんとやってますからね。はい。で、今やってるんですけど、まあ、あの、ウルトラレアっていうさ、最高レアリティのキャラクターがですね、2% っていうね、月内は 2%。まあ、それでもね、こう、結構、課金アイテムを今はね、最初配布してくれてるので、なんとか、2体をゲットしてるということでございます。はい。最近のスクエニさんのこのファイナルファンタジー系のさ、アプリゲーは結構、やばいじゃないですか。相当やばいけど、集金ゲーとか言われたりしてますけどね。まあそこそこ、こうなんか、暇つぶし程度にね、遊べる仕様となってます。はい。で先日、ツイッターでも言いましたけどね、ギルガメッシュが当たったんで、マジテンション上がりました。はい。で、第三国志の話に戻りましょう。大悟ね、大悟現在116名の方がエントリーされてるということで、ありがとうございます。はい。で、主人公の同盟の方も70名ぐらいいらっしゃるのかな。はい。ありがとうございます。はい。まあ、来期ね、まあ、決勝中継どういう形になるかわかりませんけどもね。はい。私、名士やりますし、今、幹部募集したりね。はい。してるけれども、はい。まあ、サバカの方だったりね。まあ、ちょっとまったり勢とか、あと、復帰勢とか、はい。あと、初心者の方とかもね、結構いらっしゃるので。例えば一緒に楽しめたらいいかなと思います。まあ、とはいえね、今回、決勝中堅ね、北部対南部ということなんでね、まあ、ある程度しっかりとね、もう強くなっていかなきゃならないかなと思って、はい。いうのもあるのでね、まあ、そういった部分も考えながらね、運営していきたいと思います。はい。まあ、とにもかくにも、私は気になってるのは、あとエントリーは2日なんですよね。エントリー終了はあと2日。と15時間32分ってなってますよね、ですのでそれが終わってからまたなんか決勝中堅のその仕様に関する情報が告知されるのかなと思ってるんですけども、まあ、早めに欲しいですよね。はい。まあ、一番はまずデータリセットね。データリセット、まあ、先方経験者リセットされますよみたいな、あのアプリを落としてまたログアウトしてやれば1回だけは注意喚起来るんですかね。先方経験値1000ビッグから次移行するときなくなりますけどいいですかみたいな注意喚起が来るようでございます。はい。まあそれ以外に今までの勢力シーズンと同じ仕様なのか、例えば初期レベルのね、武将のレベルですかとかどれくらいなのかとか、初期パーティーのコストはね、コスト8スタートなのかとかね、まあ、そういった仕様に関してはしっかりと告知してほしいと思います。もう一つは、配置ですね。対語の配置。もう事前に、まあ、決められる、まあ、ランダムに入るっていうのは分かるんですけども、まあ、大悟がまあ北か南に入る。入ってから、その出生地を
自分で決めるのか、それとももう勝手に配置されるのか、ね、まあ、そこら辺のちょっと、ことがさっぱりわからんので、ちょっと運営の皆様におかれましてはね、しっかり、やっぱり一緒にね、タイ語なんで、せっかくね、一緒にプレイしたいという方ができなかったということだったら非常にね、残念ですし、それに伴ってね、引退者とかも出てくるかもしれませんので、その辺は、早めに告知していただければと思っております。はい。ということでね、やることないですね。やることないので、やろう、活況勝負。はい。ということでね、あまり枠開けたくなかったんだけど、17枠開けてます。はい。SP 勝負2枠と、各挙15枠ね、開けましたんで、はい。こちらですね。はい。SP!、まあ、SP は何でもいいんだけどね。ぶっちゃけ。もうはや何でもいい。うん。何でもいい。本当に何でもいいな、これ。特に欲しい。まあ、花公園とか重なれば、まあ、もうちょっと真っ赤かな。はい。チョンとかもいいかな。まあ、重なれば。あとは、脅威も重ねれたらもう一個で真っ赤だったかな。あとはもう、いいや。はい。はい。そんな感じです。で、割拠ね。割拠は、あれ?今見た、長州も入ってんだ。はい、馬体だけかと思ってた。はい。新キャラですね。新キャラですし、宗神もいいですね。宗神もいい。トワークでもいいです。まあ、長期は重なっても、何も重なっても嬉しいね。はい。あとは、まあ、孫作重なっても嬉しいかな。うん。まあ、宝徳、カビの、目録、郊外、天位、あたり。まあ、いらんというか、まあ、当たっても全然いいんですけど。まあ、とにかく、前回の義、職、語のね、散々たる結果、まあ、10連ゼロということでね。まあ、その後引いた名称が、まあ、ぼちぼちね。ぼちぼち出たんですけど、ちょっと真新しさがなかったのでね。今回なんか、ここはちょっとお願いしますよ、ということでね。はい、引いていきたいと思います。はい、まず受け取りですね。受け取る!はい。第三国志にすれば、あ、第三国志報酬ってやるな。確定。あ、報酬を選択して。はいを言ってくれ。まあ、書いてあるか。報酬。はい、報酬。確定。はい。はい。ということで、ここか。はい。SP から行きましょう。SP ね。無料ですね。無料2回です。よし。幸先。ありがとうございます。まあ、星5が出ればいいでしょう。ありがとうございます。はい。おー、いいね。いやー、いいですね。花公園。ありがとうございます。ちょっとでもさ、ここで引きを見せてしまったら、まずいですね。ちょっと。はい。ということで。各挙いこう。はい。はいはい。もう一回。はいはい。いや、ゼロあるな、これ。ゼロあるな。ゼロあるよ、これ。はい。はい。よしよしよし。よしよしよし。嫌な予感がするな。まあでも、サクサクいきましょう。はいはい。サクサクサクね。サクサクいこう。はい。おい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 、これだからね、困るんですよ。いやー、はい。おーし、よしよしよし。長期ありがとう。長期嬉しい。よかったー。あー、ゼロならどうしようかと思った、ほんとにな。はい。はい。あー、新キャラ出ないかな。はい。はい。あー、お疲れ様でした。はい。こんなもんでしょう。まあまあ、SP で2枚。長期1枚ということで、まあ、確率的には
20分の3でございますかね。20分の3。違うわ。17分の3か。17分の3ですので、まあ確率的にはまあまあ良かったんじゃないかなと思います。まあ新キャラ欲しかったけど、まあちょっとね、玉符残ってますが、整理しないといけないし、ボックスを。まあ、新シーズン始まったら、もしかしたらですね、引くかもしれません。はい。まあ、長期。長期。俺の長期。長期最強ですから。全武将で一番強いのは、長期ですから。はい。ありがとうございました。では、皆さん、また、お会いしましょう。お酒は立ちなってきませんでした。ありがとうございました。